マン市民は、シベリアのチュメニ州にあるハンティマン市自治管区、ユグラに住むウラル語族系民族。旧称、ウォグル族。ロシア人の居住地にも混在しており、人口は全体で約 12,500 人。人種は、コーカソイドとモンゴロイドが混じり合ったウラル人種に属し、ハプログループ N が高頻度中頻度で見られる。マン氏語は、ハンティ語と共に、オビウゴル諸語に分類され、ハンガリー語とも類縁関係にある。マン氏語の話者数は940人。ハンティ人とマン氏人は元来同じ民族であったが、鉄器時代以降紀元1世紀頃に分かれたとされ、近い関係にある。東方に多く住む、ハンティ人と共に、オビウゴルと総称された。2010年の国勢調査によると、12,269 人のマン氏人が、ロシア国内に居住している。イエルマークに貢ぎ物を運ぶボグル族マン氏人の祖先はハンティ人の祖先と同祖であり、ウラル山脈の西側に居住していた。ペルミ近郊でマン氏人の遺跡が発掘されている。そして、紀元前10世紀以降に西シベリア平原に移住し、その土地の民と同化していったと言われる。一方、他の文献によると、紀元500年頃に南にあるウラルステップから現在の位置にやってきたとされる。鉄器時代以降の紀元1世紀頃に分かれたとされる。古くは騎馬文化を持っていたようであるが、シベリアの環境への適応から狩猟、漁猟、トナカイ飼育の生活を導入するようになった。10世紀頃にはロシア人との接触をはじめ、11世紀までには定期的な交易を行っていた。モンゴル帝国の拡大に伴い復属し、西シベリア亜世国に含まれた。その後、ロシア帝国のイエルマークによるシベリア征服によって、西シベリア平原がロシア帝国による支配を受けた。遅くとも16世紀にはロシアとの接触をしていた。ロシア及びソビエト連邦政府との接触が多かったため、マン氏人は東方のハンティ人に比べると、ロシア人との同化が全般的により進んでいる。1960年代、ハンティマン市自治管区、ユグラで石油開発が始まると、第二次世界大戦以降ではソビエト、連邦史上最大規模の内地強制移住が行われた。この結果、マン氏人、ハンティ人の少数民族化が進み、今日では自治管区の人口に彼らが占める割合はわずか 1% 強と言われる。他の北方民族の多くと同様、ソビエト連邦はマン氏人にも国民文学を作るように要求し、主にレーニン革命によってもたらされた啓蒙と進歩を称揚する作品が作られた。この分野における最も著名な作家としてユーバン・シェスタロフがいるが、ソビエト連邦崩壊後には彼はシャーマニズムに転向し、マン氏人はシュメールの末裔であると主張するようになった。ありがとうございます。